マイク・フォン・エリックは、アメリカ合衆国のプロレスラー。鉄の爪フリッツ・フォン・エリックの息子である。日本では、ケビンの鷹の爪、ケリーの虎の爪に対し、ヒョウの爪の異名が付けられた。三人の兄の後を追い、1983年11月24日のスカンドル悪バ戦でデビュー。以降も父、フリッツの主催するテキサス州ダラスの WCCW を、 主戦場に、ファビュラスフリーバーズやダイナミックデュオなどヒールのユニットを相手に、兄たちとのタッグで活動した。1987年1月には当時、WCCW と提携していた、新日本プロレスに初来日したが、同年4月12日、精神安定剤の過剰摂取により服薬自殺。23歳ボー 彼は1985年8月に肩を負傷して、以来、毒素性ショック症候群に苦しめられていた。2009年4月、ホンエリックファミリーの一員として、WWE 伝道に迎えられた。ありがとうございます。